ジョグジャカルタ王宮は、インドネシア共和国ジョグジャカルタ特別州の首都、ジョグジャカルタ市にある王宮である。現在もジョグジャカルタ特別州の知事を兼務する、スルタン並びに、スルタン家の居住地として、衛兵に守られている。このジョグジャカルタ王宮複合体は、ジャワ文化の中心地として、歴史的王宮建築と共に王室に関する、様々な工芸品などが展示される。 博物館でもある。ジョグジャカルタ王宮は、マタラム王国がスラカルタとジョグジャカルタに分裂した時代、西暦1755-1756年に、ジョグジャカルタのスルタン家の初代スルタン、ハメンクブーの一世により構築された。1745年、オランダの勢力拡大に伴う動乱の中、マタラム王国末期の王幕部の二世は、 カルタスラより1 2キロメートル東のソロに塔を移し、翌1746年2月にスラカルタ王宮を構築したが、同年5月、オランダとの関係により、王と対立した弟のパンゲラン・マンクブミが、スラカルタからジョグジャカルタに移り、反乱を起こした。1748年、スラカルタに侵攻したマンクブミは、王及びオランダに対して優位となった。 さらに1749年12月のパクブヌ2世の死去に関して始まった第三次ジャワ継承戦争の終結において、オランダ東インド会社がマンクブミとの間で、1755年2月13日、ジョグジャカルタのスルタンの制定を承認するギアンティ条約が締結された。マタラム第三大王、スルタンアグ組以来のスルタンの称号を得たスルタン、ハメンクブーノとして、 条約締結の1ヶ月後に新しい都の創立を宣言した。新しい王都は、ヨクヤカルタと名付けられ、オランダのジャー支配が強まる中、平和の都の意を持つ、がよくヨカルト・ハディニングラートと命名された。ハメンクブーノは、マタラムの地であった。この新王都の創建を置いて、軍事的な要塞、宗教的な聖地、伝統文化の拠点という3つの要素を担うことを、 念頭に置いたものと考えられる。そして、1755年10月9日に、ジョグジャカルタ王宮の建設が命じられた。王宮のシティンギルデスルタンハメンクブーの発生らの登場を待つ、帝新王宮の建築主導者は、ジョグジャカルタのスルタン家を創設した、ハメンクブーの一世自身であった。王宮の場所は、村ピサンより流れる、 西側のウィノンゴ川と東側のチョデ川という2本の川の間にあり、川水により防御されるブリンギンの森が選ばれた。王宮は、外位5キロメートル、高さ4メートルのレンガによる城壁で囲まれ、周囲の水堀から跳ね橋を持つ5つの門より、内部に通じる防御構造を備えていた。現在、クラトン地区と呼ばれるジョグジャカルタ旧市街の 基本設計による王宮の配置は1755から1756年のうちに完成した。クラトンの周壁との間には王族及びスルタンに、使えるアブディダルムと呼ばれる幾多の自重の住居が建てられ、伝統文化の担い手として、スラカルタからの自重を多く住まわせ、周壁の周りには市民の居住地が広がっていった。また、後のジョグジャカルタのスルタンにより、 その他の構造物が増築された。現在の王宮の大部分は、ハメンクブルの発生により構築されたものである。それに1876年以来幾度かの地震の後に修築がなされている。18世紀末、ジャワ島以外の多くを支配していたイギリスがジャワに侵攻し、その後、1812年6月20日、副総督、スタンフォード・ラッフルズのもと、 1200人の強力なイギリス部隊が、王とジョグジャカルタを攻撃した。ジャワはイギリスより数で勝っていたが、ジャワは攻撃に対する準備ができていなかった。ジョグジャカルタは1日で陥落し、王宮は奪われて炎上した。この侵攻により、総額1万5000ポンドの金、宝石、貨幣が略奪されたと言われる。ジャワの王宮に対する初めての攻撃により、 イギリスの統治時代、スルタンは植民地支配に従属することとなった。1816年にインドネシアはオランダに返還されたが、1825年、オランダに対して、ハメンクブルの3世の長男であったリポヌゴロの反乱によるジャワ戦争が勃発し、ジョグジャカルタ王宮の兵も多く加わった。しかし、オランダの反撃により劣勢となり、リポヌゴロの逮捕により終結した。 この戦争によるジャワの死者は20万人、ジョグジャカルタの人口は半数になったと言われる。インドネシア独立戦争においては、1946年1月にオランダが首都ジャカルタを制圧したことにより、ジョグジャカルタに首都が移され、王とジョグジャカルタは再び抵抗の拠点となった。スルタン・ハメンクブーの旧姓は、インドネシア新政政府に全面的に協力したが、 1948年12月19日、ジョグジャカルタはオランダ軍により一挙に占領された。こうしてオランダに制圧されていた時代、ハメンクブルの旧世はインドネシアのゲリラ、諜報活動を支援し、王宮を秘密基地として使用させた。ある逸話によると、王宮内にオランダ部隊が侵攻しようとした際、スルタンハメンクブルの旧世は自重に扉を閉じるように命じ、 その扉の前に一人立ちはだかり阻止したと伝えられる。ジョグジャカルタ王宮複合体は、北方の聖なる山である、ムラピ山から南方の女王に会い、ロロキドゥルがいるというインド洋に向かって伸びる南北の軸線上にあり、北側の二つの門より、南のプレンクンガディンに向かって続いている。ジョグジャカルタ王宮はこの南北主軸沿いに、北正面、王宮中央。 南方面からなる大きな3つの区域より構成される。現在、北端の門から南に至る王宮区域には7カ所の主要な複合体があり、大小およそ50の構造物が知られる。北端より、ジョグジャカルタ王宮に入場する北門は、ガプラ・グラッドハグとその南数メートルにあるガプラ、パングラ海からなる二重の門であり、この南側に、アルンアルンの北広場がある。 キタアルンアルン、アルンアルン中央にある日本のブリンギンの、キキタアルンアルンは、ジョグジャカルタ王宮の北側にある方形の広場である。アルン、アランは、ジャワ語で、波の意であり、スルタンに越見を求める群衆を波に例えたものと、言われる。アルンアルン広場はかつて周壁により囲まれていた。広場の端には、ブリンギンが一列に植えられ、その中央に柵が施された王室の神聖さを、 象徴する日本のブリンギンの木がある。この日本の世紀は、気合ではだると、気合じゃなだると名付けられている。かつて二つの柵で囲まれたこの場を通ることができたのは、スルタンのほか、スルタンに次ぐ王子だけであった。アルンアルンは、かつてより王宮の複合体の一部として、式典や宗教的祭事の会場に使用されていたが、今日、北アルンアルン広場は、演奏会や集会並びに、 イスラムの休日の催しや地元のサッカーなど様々な日常的行事の場所にもなっている。カウマンの大モスクカウマンの大モスク北アルンアルン広場の西側にあるカウマンの大モスクはスルタンの大モスクまたはジョグジャカルタの大モスクとも称される。周壁に囲まれたこのモスクは東側が正面となる。本堂の建築はタジュグと呼ばれる。 正方形の三層の屋根に覆われた形を成している。大モスク全体の敷地面積は1万6千平方メートルで、本堂の前に木が植栽された中庭がある。その中庭の北と南には、パゴンガンと称される建物があり、それぞれ北パゴンガン、南パゴンガン、パゴンガンキーデュールと呼ばれる。スカ県のガムランパグラランアルンアルンに面した位置にある。 王急北側の主要構造物であるパグラランの宮福交代がある。シュティンギルは高台の位であり、シュティンギルはパグララン側より3メートル余り高く構築されている。石段を登ると、北シュティンギルの中央に大きな日差しに囲まれた四角錐の屋根を持つ構造物があり、その中央にスルタンの玉座が村ラぴさを望むように配置されている。ここは、 スルタンの即位やピソアナンア軍など王室の特別な式典においてスルタンが座する場所である。その南には祝祭殿があり、ここには王室の公的行事において王室の象徴や家宝が配置される。北カマンデュンガンシティンギルの南には東西に伸びる通路があり、通路の南壁にシティンギルとカマンデュンガンを結ぶ大きな門がある。南側の東、西に 主営書を備えた、この門は王室の公的行事においてのみ開かれ、普段は閉じられている。カマンドゥンガン並びに王宮のスリマンガンティ複合体に入場するには、東側と西側にある中庭への門を経由する。中庭には、ケベンが植えられていることから、北カマンドゥンガンは、ケベンとも称される。その中央にあるパンチャニティグが北カマンドゥンガンの本館である。 この建物はおよそ1812年までスルタンが裁定を下す法廷として使用されたとも言われるが現在はスカテン並びにガレベッグなど伝統行事の際に使われる。またこの建物の南に大きな天外の構造物がある。スリマンガンティブ島やガムランの演奏を行うスリマンガンティグースリマンガンティはカマンデュンガンの南に位置する複合体であり、 スリマンガンティモンにより通じている。仕切り壁には大きな木面の装飾がある。この複合体の西側にスリマンガンティグーがある。かつてこのミヤは王室の品格を迎えるために使われていたが、1933年の地震により倒壊している。現在、ここには下方のガムラン楽器などが配置され、伝統芸能である宮廷の舞踏やガムランの演奏、 死銀の朗読などが模様される。東側にある1760年代に建てられた、トラジュマスグルも2006年5月27日のジャワ島中部地震により倒壊したが、その後復元がなされ、2010年に完成した。クダトンドのプラトポモンとスモンカミドバラパーラゾウ、スリマンガンティの南には、クダトン複合体につながるドノプラトポモンが立ち、門前の両側に一体となる。 大きなドバラパーラ像がある。ハメンクブルの旧制博物館クダトンは王宮複合体の中核であり、王宮の中の王宮と言われる。中庭には砂が敷かれ、多くの沢の木が植栽されている。このクダトン複合体は東西に大きく広がっており、およそ3つの領域に分けられる。東側はカサトリアンと呼ばれ、スルタンの息子らが暮らしていた。西側には、 王妃や王女らの女性が暮らす大奥であるケプトレンがあり、その西奥がクラトン記念と称されるスルタンの暮らす場所である。これらクダトン複合体の西側には立ち入ることはできない。クンチャナ、宮東側にカサトリアンのプンドポなどがあり、新たにハメンクブルの旧制博物館も建立されている。クダトンの中央部には国の式典のほか王室の様々な式典が開催された。 クンチャナグーがある。その西側に大きなプラバエクサの建物がある。この王宮の中心にある建物には王室の家宝スルタンの玉座、王位の象徴などが収められている。クマガンガンクマガンガンは、クダトン複合体の南に位置し、クマガンガン門により通じている。門の両側面には王宮の創建された年を示した二体の蛇の装飾がある。かつてクマガンガンは、 将来スルタンに使える従者アブディダレムの見習いの練習や試験などのために使われた。広い中庭の中央にあるクマガンガン宮はアブディダレムである衛兵の待機する場所であった。クマガンガンの中庭の南方にはかつて中央にタマンサリの西と東にある二つの人工湖を結ぶ水路を渡る吊り橋があった。その西側にはスルタンが水路を船で横断して陸タマン、 サリオを訪れるために使用した小さな桟橋がある。南、カマンデュンガンクマガンガンより南に向かう通路の南端に南、カマンデュンガンにつながる門がある。この門の仕切り壁はクマガンガン門の仕切り壁と同様の装飾がなされている。南、カマンデュンガンにはカマンデュンガン宮があり、南カマンデュンガンの南側には壁に囲まれた複合体の最南端の門である。 カマンデュンガンモンがある。南シティンギル南シティンギルは、南の広場の北側に位置し、北シティンギルと同様、周囲より一段高く構築されている。かつて南シティンギルでは、祭典の際に、クラトンの衛兵が、トラと戦う姿をスルタンに見せたと言われる。そのシティヒンギルの中央には簡素なプンドポがあったが、その後、1956年に集築され、 ジョグジャカルタ200周年の記念物が建てられた。南、アルンアルンジョグジャカルタ王宮の南部にも南、アルンアルンという方形の広場がある。南、アルンアルンは、ペンクロンと呼ばれることもある。広場の周りには、マンゴーなどの木が植えられており、中央には柵に囲まれた、リンギンクルンと呼ばれる一体の聖なるブリンギンの木がある。西側の木は、ジャヤダル、東側の木は、 デワンダルと、それぞれ名付けられている。プレンクンガディン王宮南北軸の南端に、プレンクンガディンがある。南、アルンアルン広場の南約300メートルの位置にあり、ジョグジャカルタ王宮地区の南口となる。伝統的にその門は、王家の墓地である、ニモギリ領母に埋葬されるスルタンを送る出口でも、あった。ありがとうございます。